こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。匂いと環境のお話です。嗅覚は、視覚や聴覚と違って、理性で判断するより、直感に働いて行動を起こさせるという特徴があります。例えば、こえ臭い匂いがしたら、考える前にその匂いの方向に駆けつけようとし、嫌いな匂いを嗅じたときは、とっさに鼻を覆うなど、その行動は本能的です。匂いの元となる、 揮発性の化学物質は、鼻空の天井の旧細胞にくっつき、その電気信号が、常動反応と強く結びついた大脳辺縁系に直行するので、認知・判断する前に、感情を引き起こし、行動を促すのです。匂いによって起こる感情は、記憶と深く結びついていて、人によって、快不快の匂いは異なります。人はおおむね、 森林の匂いを嗅ぐと気持ちが落ち着いてリラックスし逆に蛇行など動物性の匂いを嗅ぐと興奮するという実験結果があり人間の遺伝子には太古の記憶が組み込まれていると考えられます古来より香料は気持ちをリラックスさせたり体調を整えるものとして生活に取り入れられ近年日本でもアロマテラピーも普及しました反面無臭が好まれるという現象も起きています 気をつけたいのは、24時間つけっぱなしにできるタイプの電子カトリキなど、無臭化された化学薬品です。臭わないため、危険を察知できなくて、連続使用してしまい、強い毒性化学物質を連続吸入することになってしまいます。本来、人間に警告を発している匂いまで取り除いてしまうのは、危険で愚かなことです。では、本日のお話はこれで終わります。